外食業態転換を加速。レストラン大手ロイヤルホールディングスと牛丼チェーン大手吉野家ホールディングス、宅配事業に参入します。家賃や人件費を大幅削減できるこの宅配を増やして、縮小する市場で利益が出せる収益モデルを探るということなんですね。新型コロナウイルス感染拡大で飲食めぐる消費行動、これが外食から家庭へと大きく変化していて、企業 店内飲食に頼る経営からの脱却を迫られています。日本フードサービス協会によると、国内の外食売上高。これ、およそお店の数にすると、三万八千なんですが、三月から八月まで、前の年の同じ月に比べ15、十五パーセントから四十パーセント減が続いています。大手十三社の七割が、二千二十年からの四月から六月期で最終赤字となりました。 帝国データバンクによりますと外食の倒産も1月から8月で538件過去最多なんですね。これ更新しました。コロナ関連倒産でも足元で80件業種別で最も多くなっています。7ヶ月連続で既存店のこの売上高が前の年の同じ月に比べマイナスの吉野家牛丼店の宅配専門店を始めました。都内にある個人の飲食店の跡地を調理拠 点とします。えー、そして今年度中に宅配専門店のモデルを確立して来年度に全国で本格展開を目指すということですね。まああのう、ー、まい早い安いがね売り文句だったえーえー、この吉野家お店でちゃちゃっとこうっていうイメージからまた今度は宅配にえー、移すまあゼムじゃないですけども、うん、一部を移していくというまあでもそれだけ困ってるってことなんですよね。そうですねこういったねまああの業態の転換と言いますかね、はいえー、やり方の。 はい。これがね、うまくいってですね、従来に失われた、あの、外食産業に対する需要をね、そのままこう移行できればいいんですが、そうじゃないというふうに私は思いますね。やっぱ、あの、飲食産業に対する需要自体が、もうガクッと落っこっちゃってますから、これを何かですね、え、ま、供給側って言いますか、企業側の努力によって、何か新しいサービスで、この、転換を図れっていうのはね、やっぱ無理があるんですよね。お金の不足企業が収入 ない。ない あと、えー、消費者の方も、まあ、もともと給料が、あの、ダウンしちゃったりですね。はいええ、使えるお金もないと。で、そういった悪循環の中でどうするかっていうことを考えなきゃいけないんで、ええ、これ民間のね、知恵ばっか、あの、ええ、やってもですね、限りがあるんですよね。はい、でやはり、あの、今の菅政権になって、えー、まあ、規制緩和みたいなものに結構ね、あの、メディアも注目してると思うんですが、ええ、やはり菅政権が今やらなきゃいけないのは、こういった飲食、娯楽とかですね、はい、また小売り、ええ、これに対してですね、もう直接 直接的なお金の支援ですね。えー、もう、えー、GoTo キャンペーンもいいんですが、はい、えー、あれをやりながら、もう直接ですね、まあ、あの、えー、持続化給付金の、まあ、青天井みたいなものをですね、はいえー、もう、えー、制なしで、あの、前年度の売上券を全部ですね、えー、まあ、あの、時期、あの、絞ってもいいですからね、秋の、あの、えー、3ヶ月分だけとか、2>, はい、2ヶ月分だけとかね、えーえー、そういった形で、もう、あの、 いきなりこう、お金をドカーンと投入すると。いうような形ぐらいにしないと、これ、外食産業。 終わっちゃうような気がしますよね,すね。で、このね、産業が終わるってことは、そこで働いてる人が路頭に迷うとうんです、ね、そうなんですよ。ね、えー。あのね、本当こう、いいイノベーション、いいあの産業の転換っていうのはね、はい、あの、経済全体が潤って、それで新しい目が生まれて、そっちにですね、はい、あの、人が移動したり、お金が移動するっていうのは、これはいいシナリオなんですが、えー、今回の場合は、お金がなくなっちゃって、はい、あの、働いてる人たちは本当に路頭に迷ってしまうと。えー、これね、本当今の、こう、えー 飲食関係は休業者がこの事実上ですね失業者に、はい。 はい、こうしてるという状況です。えーえー、失業あの、見かけ失業率はですね、まあ、あの、2.9%で、低いんですが、えーえー、実態的な失業率はですね、この大体3倍近くにもう膨れ上がってますね。はい、つまり、ええー、何かっていうと、働き口がなくて、諦めちゃうんですよ。えーはい、そうすると、失業率の計算っていうのは、働く意欲のある人の失業者ですから、はい、えー、え、働く意欲がもう、あまりにも、あの、働き場所がないんで、断念してしまう人たちがですね、えーはい、ものすごく増えてると。うん、で、あの、西村、あの、 経済再生大臣はですね、はい、あの休業者が減ってるということを成果として強調してるね。えー、あのツイッターの発言を見てですね、嘘、えー、そうじゃないと思ったんですね。えー、この休業者確かに減ってるんだけど、そのまんまもう諦めちゃうと、はい、働くの。えー、そうするとそれは自立上の失業だと。はい、そういった人たちが非常に増えてるってところを見なきゃいけないというふうに思いますね。はい。えそしてこのデータ分析のオバリューズというところによると、料理宅配の利用者3月におよそ350万人だったんですが、えコロナ関連 感染防止の観点から外食控える傾向が強まったこともあって、7月におよそ600万人と7割増えました、えー、その他のところを見ても、ですねそのお、ま、宅配、これが伸び始めているというのは、どうも事実ではあるようなんですけれども、まあ、先ほど田中さんもおっしゃいましたけれども、じゃあ、それですべて支えられるのかって言ったら、そうじゃないですもんね。そうででですすすね私もね私、えー、近くの,あの、はい、外食屋さんし、はいえー、しばしばです、ね、宅配を利用する んですが、えー、やはりね、それでも従来、そのお店に行った回数に比べると、明らかにね、はい、あの、宅配の回数が減ってるんですよ。はい、で、やはりこの、あんまりね、宅配に慣れていない、あの、中小の業者もあ,り、はい、あると思うんですよね。えー、そこだともうメニューも限られてしまってですね、えー、なかなかこう対応が難しい面がですね、やっぱ出てきちゃって、はい、でそれでまあ、あの、営業があの行き詰まって、うん、え休業、倒産とかね、そういうのが目立ってるように思いますね。はい